龍が如くを収録します。よろしくね。本日のログインボーナスです。明日もお待ちしていますね。ご相談したい案件があるんです。調子はいかがですか？ようこそ。たくさんのいい仲間と出会えるといいね。なってきたぜ。これは私は遥か、お前じゃない。神尾町にお母さんを探しに来たの。なってきたぜ。これは
なあ。ええ。おい。かかってこいや。ほらで決めるぜ。打ちのめしたぞ。まさかか。ふっ。くしょう。うわ。勝機が見えない。ふYeah.
ええ。後悔させてやる。かかってこいや。
まさか。行くぞこら！調子出てきたぜ。うる！だからどうしてやりやがったんだ。
おう。ええ、そうだな。かかってこいや。きついのいるよ。ふっ。やりやがれ。くそ。はっ。はっ。くそ。行くぜ。はあ。やだ。これからです。言ってたよ。
Thank you.
ええ。ありがとうよ。さあ、追っ始めるか。本気出すか。手早く終わらせるとしましょう。今日の仕事がまだ残っているのでね。おめえ、三つ子ばあちゃんを撃ったのか。なんでだ。三つ子、あいにくそのことは存じ上げませんね。なんせこの町で何人撃ったかなんてとてもとても覚えてられませんから。そうか、よくわかったぜ。てめえがどうしようもねえクソ野郎だってことがな。この程度です。
もうやめ。まだ死なねえか。おら！助けて。死ねや！もうやめて！ごめんなさい。もういい。もういいから。人殺すってのはこういうことだ。真由美。あまり気分のいいもんじゃねえだろう。できりゃよ。おめえはもっと明るい夢持ってくれや。ごめんなさい。ありがとう。ありがとう。おう。かってこいや。本気出すか。ちくしょう。ちくしょう。これの準備を。
はい。いいえ。ああ。出てきたぜ。くっ、さあ後悔させてやる。やられないのですよ。はっ、どらりやがった。だからして
きた。後悔させてやる。ちくしょう。この野郎。まだまだ。これからね。まだなのさ。すみません。兄貴、帰れっつってたろうが。おめえは大海で俺の首取ってのし上がる。俺はおやっさん助けるために大海を潰す。
それでいいじゃねえか。それが俺らの選んだ道なんだからよ。俺は殺すと決めた相手は地の果てまででも追って殺す。それが殺しの荒川組だろ。半端してんじゃねえ。あばよ。兄貴。決めるか。ここらで決めるぜ。どれ。せや。本気で行こうぜ。はっ。この野郎。いや、取れ。まだ。取れからです。後悔させやる。
人や大手甘く見てみましたか。かかってこいや。ここらで決めるぜ。お前を助ける。一方的な思いは罪じゃねえだろ。勝ってこいや。調子出てきたぜ。だからどうした。それ。
さか。まだこれか。いや、はい。行くぞ、こら。調子出てきたぜ。たのは見た目だけじゃねえってとこ見せてみろ、ミツ。ええ望むところよ。舐めやがって。刀の背びにした。正気が見えた。ほら、行くぜ。
勝負は水のも。もしついやっても手は抜きまへんで。何？すいません。ありがとうございます。そう、何も気にすることはない。だって、どうせ死ぬんだからよ。とりあえず一区切りがついたんで、ここまでで今日は終わります。また後日この続きやりますんで、チャンネル登録してお楽しみに待っていてください。ちょっと長引きそうなんでね、サブストーリーから始めるか、この12章から始めるかはどっちかわからないですけど、それでは皆さん、いい夜をお過ごしください。おやすみなさい。じゃあね、バイバイ。